今遠野遥さんという方の芥川賞受賞作読んでおります。今日はBUCK-TICK星野秀彦さんの曲って寒暖差すごい激しいんじゃないかっていう話をしようと思って、というのも「アブラカダブラ」の中に収録されている「月の砂漠」っていう曲、まああの中ギラギラ熱に焼かれているっていう歌詞が出てくるんですけども、そうかと思えば同じアルバムの中に「凍える」っていう曲もあるじゃないですか。でそう思ってふと考えてみたら、星野さんの曲って熱いイメージのと冷たいイメージの両極端で揃うなと思って、例えば6月の沖縄とかサバイバルダンスとかマーメイドとか、まあ、その辺は熱い分野だし、スノーホワイトとかオフィーリアとかは冷たい方の分類かなと思って、BUCK-TICKさんってあんまり雪のイメージってないですよね。なのでスノーホワイトみたいなのは珍しいかなと思って、で対して今井さんの方っていうのはそこまで熱い曲冷たい曲っていうイメージがあんまりなくて、まあもちろんイグナイターみたいに熱い曲もあるし、極東より愛を込めてとかフレームとか、まあ熱いイメージ、炎のイメージとかはあるんですけど、極東とかフレームはコンサートの演出だったりミュージックビデオの影響だったりで炎のイメージがなんとなくあるけども、実際そこまで熱い曲っていうイメージではないのかなと思ったりして、今井さんってどっちかっていうと雨に濡れてる感じとかそういう描写が得意なのかなと思って、でそう思えばね、星野さんの曲って櫻井さんが「ギラギラ」っていう詞をつけがちって思ったりしたんですよね。月の砂漠にもマーメイドにもダンス天国にもギラギラっていう言葉が出てくるんで、でもよく考えたら違って、BUCK-TICKさんの曲って他にもギラギラ結構出てきてて、ラプソディでしょ、ギャラクシーでしょ、ワープデイでしょ、キューバリブレとかイグナイターもそうだし、そうそうケセラセラエレジーにもギラギラ出てくるんで、結構BUCK-TICKさん意外にギラギラありましたね。まあそれはともかく星野さんのこと結構寒暖差あるなと思いましたっていうお話です。この本の感想は読み終わってから